はい、その2020年8月じゃないです、7月31日でございます。まだあれだね、メイン市内で坊さん混んで、お前の予定なんかどうでも、いや、そんなこと言わんでよということで、あれ音切れちゃったね、あなたの頭も切れるとね、まあいいかということで、とりあえず行きましょうということなんですけど、まあ左の感じを折り返しまして、右のような感じはデッキじゃないかなということなんですけど、一応はまあ、こんな感じなんですけど、とりあえず、計算しにくいで、あ、よかったね、50の37。うん、そういうことなんですけどさ、ちょっと待って、対戦しながら行く、まあ、対戦しながら行こうか、まあ、とりあえず行きましょうかね。昨日のさ、まあ、コメントとかじゃないけどさ、こうやって言っちゃうとさ、そのなり、昨日の対戦の時のさ、まあ、ね、っていうのがさ、公開処刑みたいになっちゃうとさ、逆にね、私もその言い方をさ、結構さ、結構とかだいぶ、気をつけなあかんかってことがあるんだけどさ、今日あった一例ね。初手の多分あれなんだね。自分にとって多分難しい問題設定なんじゃないかなと思うんですよ。名前は伏せますけど、その方知ってる人です。うん。で、間違えてさ、すごい総理に対話を取ってさ、そこで誰も別にいつ OK とか言わんかったんですよ。うん。で、それを多分あれなんだ。なんか言って欲しかったかあれじゃないかな。で、私、番号言って、まるいつ OK みたいに結構何回か、すごい多分ね、自分が悔しかったんじゃないかなと思う。うん。後ろスキルとか発動できるんですが、初手だと。三枠とかパレンケとか募ったり、蘇生とか折ったりしたらさ。で、特にコスト重い時だと、ね、一発のミスで結構っていうとこあるから、そういうのもじゃないけど、ちょっと優しくしてあげてもいいんじゃないかな、みたいな。うん。まあ、そういう感じで伝わったらどうかなっていうことなんですけど、そっち行ったか。君もね。うん。昨日のあれでもさ、そのなり、まあ、こういう名詞避けずに言うでも分かると思いますけどさ、対応とかすごい大人だったと思うしさ、うん、うん、ねえ、あー、ちょっと待てよ、あとでガリスのこと言おうか。うん、これ多分、全部倒せるんじゃないかなと思うんだけど。ウニでガリソは確定トレーナーですよ。確定トレーナーけど8割ぐらい削れる。いいにはぶっ壊せる。うん、で、ガリソが田島3発落ちる。恩字があるもあれだったね。うん、まあ、それはちょっと後でしょうか。後でしょうか。後でしょうか。うん。うん、だから、これも昨日のことでもさ、まあ、多分皆さん感じ取ることは、っていう、同じ人に対して一緒とか言っちゃうとさ、さっきと同じ言葉でさ、公開処刑みたいになっちゃうじゃん、動画内で言っちゃってさ、一応、ね、そんな、なんて言うんだろう、すごい、あれじゃないけどさ、マイナー、私の、あれ、動画だけどさ、一応は、その世に発言とか出て、そうやって映像とか出てるわけだから、ね、っていうのもなんか避けたいよなと思うんだよね。うん、いや、ちゃんとお前、喋っとって、まあ、問題とかちゃんと見ろよ。お前、間違えるなよ、お前。うん、だからそうやって言っちゃうとあれだわね。その、例えば言った人とかをさ、ね、集中砲火私がしとるみたいになっちゃうのはあれだよね。うん、避けたいから、あえてそういう風に言われたけどさ、まあ、さっきの例じゃないけどさ、優しくしてあげてもいいんじゃないかなって、みんながみんなさ、別にさ、うん。人間だって間違いはあるもんね。100% はあれだよね。どんな体勢を前にしても多分あれだね。100% は絶対合ってないね。うん。そう、だからその何、自分の中の間違いの度合いが大きいか少ないかだけどさ、で、そのさっきの、すごい何、総理言っとったっていうのありましたか？本当に悔しかったと思うよ。しっとい人だから余計わかるんですよ。そのあれが。わかるんですよ、私。うん。あんたみたいですよね。こういう時に下手なって出てくるんだな。なんか間の悪い単語だな。うん、まあそんな感じで、あんまりくどくど言うとあれだもんね。かなーって。うん。っていうことでございまして、まあ、って言ったらなんだあいつ。ちょっとクソったれ。ふざけんな。頼むぜ。ちょっと待って、ちょっと下げて。うん、押すだけ押しとこう。ちょっと押しとこう。二人おるからちょっとお座りをしとこう。うん、ああいうのもそうだよね。スキルを一回、これもでもあれだよね。ちょっと改善したいとこだよな。
一回見せるか、私すっげえピコピコやる。多分みんなもう分かったみたいに、なんかいつ OK って言ってくれる時あるけど、うぜえと思われとんだろうね多分。何あの2発、ちょっと待って、ふざけんなこれ、なんだこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、器用じゃねえか、不器用だよこれ、何あれ、ドンドンなんだ足かいになってきたこれありがとうございましたあのラショウさんセットみたいなやつもやりましたよ、ゴノさんのやつも遅延もやりました、まあ、デッキの、あ、忘れとった、ありがとうございました先生、一個忘れとった、最後にさ、ゼロから始めてさ、ありがとうございましたということで、2ヶ月、1ヶ月ぐらいでさ、対戦向けに何を集めてどうやるみたいなっていうのを勝手に私考えたんですよ、自分勝手企画 でそれちょっと最後に喋ろうかなって、一通り見て、あの国内で集めるやつか、あの裏ボスから、それから CR から、これなんかあんまり嫌な予感しかしんないから、言いたいことは多分対面でできたらあれなんだけど、私ね、あのあれだよ、遅延ブクマじゃないけどさ、あの大仏ブクマだね大仏だけや、妙になんかピーンとあれだよ、アンテナ張ってるとかさ、あんたがイカとか使うでだって、いや好きだもん、好きだもんっていうかさ、これ1個風アリスとさ水アリスさ並ぶと顔でかくね、いやそれで使わんとかそういうわけじゃないよ、これだな、ディファン、あっち行った方がよかったかな、どっちでも出るでいいよな、私ら、うん、一応あいつを生かしとくとろくなことないでさ、これはどうしたいってやつだな、また本庄な、一応見とったけどさ、ずーっとなんて言うんだろう、一試合一試合動画撮りながらさやってたんですけどさ、ガリスは何、水ガリスね、風ガリスじゃないよ、田島3発なんですよ、私一人では受けんのですよ、ちょっと余すかな、確か微妙に余した、そこの一発はあと何か欲しい、何でもいいで、耐えた耐えたら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 、インフェルノ、インカデメン、アウトキャスト、ヘイブン、音字が入ると当然あれだわね、あ、落ちちゃった、ごめん、いいよ、全部あれだもんな、風だもんな、落ちちゃった、ごめん、シーン見てなかった、ごめんなさい、しゃあねえやな、しまったな、5000だったな、あ、でもなんとかあれか、その代わりここの弾がないってやつか、私がこれ打っとこうか、火力あれで、うん、エスポンジ、フォージ、キャプサイズ、プリンセス、打てるだろう、多分5000いくつだったら、2枠もさ、これ言いましたが、その一応恩師いない前提で田島が3発打てる、田島2人おったら一発余るんですよ、いや都合のいいように言っとるよ、いいねがいないとかそういう風に都合のいいように言ってますよ、そうなんだけど、ここを届きたいけどな、このやっとこはでかいな、これもらいたいけど、もう向こうあれだろうな、やっとこ全体かかっとるの多分あれだで、変えただろうね、どっちみちビッセルかかるのもあるけどさ、ここあれだね、うん、このやっぱ連撃の全体はあれだね、うん、そうあれあると、あそこのあれだもんね、あいつ何だ、あいつあいつ名前何だ、ベルサイユじゃない、何だった何だった何だった、ちょっと待って、モズル、モズル、モズルの4、あれも吹っ飛ばせるもんね、普通にね、いや今日あったよ、半分諦めとったけどさ、あっと思って、ここも飛ばしたいね、飛ばしていきたいね、ソリダリティ、アデル、ゼーメン、チューンウェイ、
私はあれだよな、単語のモテるあの卑怯なやつやっとるね。英検1級はあんまり あれないんすよ、熟語みたいなやつが。もうちょ、本当はもうちょいあるんだけどね。22か4、間に合うな。一応押しとくか、これちょっと待ってよ、やめとこう、うん、多分あれだろうね、自分にとって難い問題設定だと思うよ、うん、おそらくこれがさ、これがビヨン言おうとしとったやつ、私が言おうとしとって何も言ってないでしょ。いろいろさ、最後の蘇生さ、岐阜のなんか6ターンで 100% とかありますが、ありがとうございました。このシーンが象徴的じゃないかな。これしか、これちょっとこの言葉裏返りそうだったけどさ、ビヨンしかこれできんのですよ。ありがとうございましたということで、あれがでかいんですよ本当に、うん、あれでかいんですよ、あれに気づいたんですよ。ぜひ最後に紹介いたしますわ。一見さ、普通のさ、かばう全体蘇生みたいなデッキだけどさ、実は何結構買っとるのってさ、最後ビヨン使っとったりしてさ、その謎が分かった。いや、今更気づいたの。うん。使ってみて分かった。だからビヨンにしとるんですよ。だってあれだったら別にさ、スキルカウント5だからさ、4の酒飲みとかいろいろいますが、全部蘇生させるのは、それこそ別に登場人でもいいじゃねえってなりますが。火力がどうのかとかそういう話あるけどさ、私こっち、うん、そっちの方がいいね、そんな感じの方がいいね。あそこのあれだよね、風アリスだけ早く回答してるんだったら、私らは多少あれだよね、タゲずれても他打てるでさ。で、アテナか、メルコじゃねえ、アテナか、あれはそうだよ、ここはで最速欲しいところなんだね。めっちゃこっちしとくけどさ、とりあえず。あとこれ、一個タゲのやつ。こういう時さ、いいねはさ、あれですか、田島打つ人っていいねタゲなんですが、ここだと、エトナタゲラン、エトナか、オンジだと、まあでも、どっちでもいい、エトナかオンジタゲラン。とりあえずだってカバウはカバウだから全部あれですが、吸われますが。だけど多分、勘違いじゃないかなと思うんだけどさ、ああいう時にさ、こういう場合は、ピカリ相手は逆に水の方があれなんだけどね。ちょっと待ってください。こういう時でもさ、例えばさ、タゲする時ってさ、ガスタの蘇生潰しに行くか、それか、この前水変化されちゃったらあかんけどさ、イベホの体力多いさ、ビッセル食べるか、どっちか行きません？こういう時だと、とりあえず。全体あれかな。二発あるでいいよな。いや、狼マンが。うん。って思ったんだけど。とりあえず。で、ああいう時でもさ、タゲをさ、例えば、カバーの方の番号を言うんですよ。いや、これ、またあれだよ、公開処刑みたいになんか、って言っとるあれではないんだよ。そこはちょっと、ね、うん。これ、エンチェン、なんあれやる、関先生言っとった、これ。エンチェン。いや、何を言っとったの、何を言っとったの、この単語の由来を。いや、それは あれでしょう、別のことで嫌でしょう。どうしたの急に。スタッフマニアだね。まあなって言いたいんだけどさ、ちょっと待てよ。クママンか。クママンか、そうか。そうか。どこら辺あるだ、ここら辺か。うん、残数的にどっちだったのちょっと見てなかったわよ。あっちじゃねえかなと思って。体力多いの一番あれだもんな。今日に関しては。ていうか、ビッセルベホだったんだね。
途中まで全然気づかなかった。いやなんかさ、硬いしさ、硬いなと思ったんだわ。でなんかピカピカ輝いとるもんでさ、これはこのままとりあえずあれだね。ちょっと待って。スタンバイ、バンバーグメント、ミスチャイビング、オーディナンス。落としたいけどこれ落とせんな。うん。いや落とさなあかんけどさあれは。オーディナンス。チームは残したいよな。ここ通過させたいので。何も連携かかっとらんでな。あそこまで落としたかったんだけどな。いや落とせんと思ったわ。うん、そう思った。落とせんと思った。ここしか落とすかねえもんな。これ違うだろう。こうだもんな。そこなんだよな、うん。勝てへんだよな。ビオの弱点、これ火力がないってところ。まあ当然だよね、当然だよね。ありがとうございますということで。ただその何、見た目のそこら辺のところ余って、やっぱ全属性で蘇生ずらしっていうかさ、蘇生リエって言ったらいいかな。ありがとうございますということで、が私は結構魅力的じゃないかなって使って思った、うん。だからあれなんだろうね、最後かたくなにビオン使う先生とかおるんだろうね、じゃないかなって想像したんですけど、うん。6ターンで別にスキルカウントは微妙って微妙だけど、ギフのあいついますが、なんだバッカス、バッカスじゃないけどなんか変な名前してるやつおるが、あのなんか裸で草巻いとるやつ。わいすっごい口悪いね。裸で草巻いてるやつってどこの変態。でこれ初手もさ、別にあのあれだよ、風アリスと並んで顔がでかいとかそういうことじゃない。私らで二人で言うとっか。別にこのなんだろう、エデン対策で言っとるわけじゃないけどさ、横に並ぶと顔がでかいとかってわけじゃないで、風アリスちょっと前にいたら顔でかいんだわ、うん。ではないけど、ではないけど、まあ、全員やらでしゃあないだ。これは打てんもんな。一発いったらいくわ。もういい、これは。プラスアルファ、これで私の一発で打てたらラッキーって思っとるけど。オンジプラス、今オンジ行きましたが。うん、で、打てんかなーって。どうだろう。待ってくださいよ、今で。でしょ、いけたでしょ。いけたでしょ、今。手を持っとんすよね、あれをね。ここだもんね。うん。私、先に落ちちゃったな。いくつ切れとったもんな。あ、猫な、あとあれ。ポニーのやつ、ポニーのやつ見てる、最後に。まあ、優位なんじゃないのみたいな。ここは、あれか、水おらんな。あんたんちみたいなね、人差の離れたって。そんなことないよ。近くにでもあれだよ、24時間のフィットネスありますよ。いや、誰も混んだらいいな、からで。まあな。うん、フィットネスクラブ行くんだったらさ、そこら辺のなんか、農道ではないけどさ、歩いとった方がさ、運動になるよ。近く散歩しとった方が。うん、みたいな。ケネコーって言いそうだったから。ミニオン、コメンスレット、チュービオン、ディスクリート。ここの仕事はもうあれだね、バッカスしかできんけど、これ別にあれだろうね、4組成だったら他のでもいいと思う。風より水のがいいんじゃねえかなと思う。ディスクリート。若干前よりなんかあれだよね、風遅延より水遅延のがちょっと多いかなみたいな風には思ったんですよね。あれって結局さ、そのデッキの話もしますが、福引きのやつを引き継いだハバキ、あって言ったら、アスカがおる、声がなんか小さくなって、ため息混じりになったね、うん。
だってアスカだよ。あ、それもあの後で喋りますわ。その国内集めたら対戦向けゆるみたいな。ホットビッセルあれだな、硬いっていうか硬いよなあれな。だとりあえずだ、体力ないでまだいいんだけど。ここはあれだよな、とりあえず次の方があれじゃねえか。161だって161だってよ。ちょっと待てだね、161だって。でこれどんな感じになるの。これは倒せんのじゃねえ、これ多分。いや倒せんぞこれ。これ見て見て見て、ちょっと待って、ちょっと待って、見て見て見て、これお役、あ、倒せんかったな、本当ありがとうございました。最後アスカめっちゃ仕事したな、あれ。いや思ったあれや、まあ、そういうのは全属性のあれだね、うん、まあありがとうございましたってことで、うん、ちょっとなんか集まってきたね。一度ぐらいなんか今度下げたいんだけど、ちょっと待ってくださいね。あ、でもやめよう。動いてまたこれ線抜けたら嫌だもん。だから汗だくになっても頑張ろう、うん、そう、そのあたりはちょっとデッキの方で、ね、ネタじゃないけどさ、うん、最後の方におしゃべりいたします。喋りたかったんですよ、うん、ちょっとしゃべりたいもんでさ、時間かけてさ用意してみた急に思いついて、なんか自分勝手企画、うん、いや、なんか思いつくとさ、なんかやってみたくなりますわ、とりあえず。あの二人だけお任せ、みたいな。マヨさん。ぶっちゃけて言うとさ、初手ってさ、候補として、今並んどるとりあえずメンバーいますが、左から行って。マヨさん。私、水アリス、熊野丹、風アリス、達也、で、なんとあれ、やっとこじゃない。まあいいでしょう、そんなような名前のやつ。どれでもいいよな。リバル、アレゴリー、ディファイアンス、アプリヘンション。えらい家庭のゴールだ。ここで7000か。今日初じゃねえか、2枠アリス。これ2発行くしかねえもんだ。うわ、7600、7000、やっぱ持ってかれたな、一発であれだったね。家庭、ここ、こっち行った方がいいな。そこまで打てる自信ないからさ、使わせたい、あれを。あー、ってことは届かんのか。届かんのだ、これ。誰も2回攻撃おらんでか。あー、フォニオールで届かんだな、あれ。かぁ。こっち行っとくからさ。ホリでホリは倒せんのだわ、回数ねえとかね、うん、あ、でも6200まで取ったんで、なんかアップ系かかっとるかな、そういうことかな、あれって。ここでもあれだ、あー、でもあれか、一応いけるんだな。回復するで使ってもあれだよね、飛ぶと思うけどさ。飛ぶとは思う、多分。全体かかっとるで。特に田島オリスさ。ただまあ、使うと納得できしてあげれるかな、みたいな。うん、連携かかってないであれだな、これ、ウーマーって、60% かけられると地味にあれだけどね。一応は良かったな、なんとか。ちょっと待ってよ。
そう、ここら辺のでもないけど、まあこれ別にあの攻めるわけではないよ、これは。うん、私的なところで言うと、飛ぶのは多分飛ぶんじゃないかなっていう想定だった。ただ本人が納得しやすいから使った方があれかなっていうのはね、私的な、ね、うん、今のそのまま何マとか見直したい率直な感想ね。うん、で、あとこれってさ、公開処刑とか攻めとるわけじゃないですよ。前にも言いましたが。こういうのってやっぱりさ、日本の政治とかで一緒でさ、政治とかにやっぱり文句じゃないけどさ、いろいろ改善提案とかなんか言ったりとかさ、するのってさ、それだけやっぱ要求が高いっていうかさ、求めとるものが高いよね。っていうことですよね。って思ったんですよね。これ全バレだね。起こした方がいいね。うん、だからなんかそういうのってさ、怒るとまでは言わんけどさ、言うっていうのっていうところないかなって割と思っとんですけどね。うん、私だからあれですが、前から言ってますが、割となんて言うんだろう、割とというか、ほぼ他人に期待してないっていうか、っていうところあるから、うん、そこはね。どっちにしろでもこれあれなんだよ、全部あれなんだよ。ちょっと待ってよ、ちょっと今見ようとしてたんだけど、まあ、全体の打つ子はもうあれだよね、これ完全に回復系がおるの分かってたからさ、ありがとうございましたってことで、多分あれだよね、食べとったで飛ぶは飛ぶだろうなと思った。確かに分かるよ、姿勢的にはさ、あれはありがとうございましたということで、ちょっと和ましとくわ。うん、確かに、まあ姿勢的なところは分かるよ、その1回置いてさ次で使うとかっていうのは、うん、分かるけどねっていうところ、攻めとるわけないですよ。こういうところで言っちゃうとさ、何べんも同じこと言うとさ、本当公開処刑みたいな風にさ、いや私は別にいいよ言われても、あんたあれだもんね、ゴムゴムだもんね、うん、ゴムゴムだもん、ピヨーンピヨーンって伸びてくもんね、伸びてまた元に戻ってくもんね、まあね、うん、打たれ強いっていうかあれだよね、打たれたことに気づいてないもんね。うん、そうだね。ね、お手洗い行きたくなってきたな。あれだよね、あえていい解釈っていうとさ、そのなんて言うだろう、求めとる敷居が高いというかさ、改善提案的なとこにさあるから、まあいいんじゃないかなみたいな風に思いますけど、あなた何にも来てないし、したいから何にも言わんもんね、世の中に対しては何も持ってないでしょ、あんま持ってないでしょ。実例じゃないけどさ、うちのお母ちゃんのさ、割とそのなんて言うんだろう、車とかの運転とかさ、煽られたりとかさ、ああいうのがすごいなんか嫌っていうかさ、うん、やっぱそういうところがさ、嫌って言うんだわ。当たり前だけど、当たり前だけどね。うん、後に使えあれだね、とりあえずで多分後ろに仕込んどるんだろうねと思うんだけど、二枠の相対も、うん、全く話し込んじゃいない、デッキ的なことだけどさ、やったんすけどさ、これあれだな、そうか、譲りになるから、ここあれか、本人落としたいんだけどな、本当はね。うん。あ、60パーかかるとさ、落とせんだろうなと思って、絶対に。で、属性の相性的に当然ね。
にもあれもさ、どっちにしろあれだもんね。I'm sorry。 どっちのがあれだったろう。いや、ここあれだもんね、見えとるもんね。I'm sorry。 どっちのがあれだろうな、全体は私打てるよ、相手壁かかってないで多分飛ぶだろうなと思う。難しいとこはあるね、確かにな。そう、リディング、ミアンダー姿勢として、うん、プッ、私的な意見ね。飛ぶと分かっとって、僕、なんて言うんだろう、さっきも言いましたが、行った人とかって結構使ってあげた方が納得するわね。自分がだから多分さ、これ耐えるよなっていう時も、私結構さ、使ってっていう時だったら使うのが多い、実は私。うん、そっちでもなんか納得いくかななんて思っちゃったりしますよね、割と割と。最後はでもこんな感じになるんだよな、大体全体の打ち合いで、うん、なかなか残数がずれにくいんだよね、これだとな。ビッセル、そうだな、パレンケ、ビッセル、ビヨン、うん、残数はこうやって揃えたくなかったけど、風だけか、やめとくかな、すいませんよ、あ、やめとこう。あ、こっちだよ。どっちにしろ使えんけど、使えんでもあれだったわ、うん、いや、残数見たらあれ下げるとかあるじゃないけどさ、うん、結果的にちょっとあれだな、まあそういうこともあるわ、世の中には。しゃあねえよ、うん、まあでもこの流れであれだよね、欲しかったかなと思うね。まあ、遅延食らったのはさすがにこれはまあっていうところあるけどさ、仮にさっき遅延をもらわんくてもこのパターンにしたね、うん、にして相手のここら辺の後の出方じゃないけどさ、エヴァンジェとかおったりした時めんどくさいもんね。ありがとうございましたということで、遅延はまあ確かにもらいますよ、最後のあれでも5のあれでも、うん、ありがとうございましたということで、最後でもどでもそんでもそうしたであれで、うん、それができるのがなんかビヨンのメリットかなと思って、使ってみて、あれ本当に酒飲みとかそこら辺でもさあ、それからなんだ、4ターン蘇生で全蘇生酒飲みだけか、あれじゃできんもんね、体力が低いとかそういう問題じゃなくてさ、それ火力考えて絶対使った方がいいもんね、当たり前だけど。別に全属性蘇生できるからさ、とりあえずのところは風アリスだけだね、私があれなので。不思議となんか私水アリスにしとったんですけど、別にこれ本当に何火のあれを対策しとるかっていう理由は別に あるわけではない、うん、ここもう打っちゃうな、私。だってこれ冷静に考えると田島さん比で倒せるもんね、2発ずつって言って、私多分これ1発6800どうなんだろう、乱数かな、ちょっと分かんねえ、何にもカットかかってないもんね、7500、あ、打てるんだな、だったら、うん、あいつがな、あいつがな、本当にな、あれ、うん、な、あいつがこれ、行くしかねえな。そう、あ、今の賢い、うん、そう、今の賢い、でも風いけんのだよな、これ行きたいんだけどさ、
でもでかかったな、これはな。うん、でかかった、でかかった。すごいでかいわ、これ。こうか。助かったね、あれは。60% で地味じゃなくてでかいもんね、全属性だから。なんかお手洗い行きたくなってきたんだけど、ちょっと対戦また一回行っておこうかな。なんだこれ。こっちにしとくか。打てるかな。田島、ああそうか、だって田島おるならあれか、ずらしゃよかった。田島行ってくれるなら打てるんかな。ごめん、助かったねこれね。だったな、風のあれ食らったらほとんど打てんもんな。2か、風だらやかんな。届けばあれってこと。届けばか、とりあえずは。風の盾はかかってないもんな。一応押すだけ押したけど。風かかってないのあれだもんな、3人だけだもんな。ああ、ビステルあれだね、よかったね。うん、ここはなんとかしたいね。いや、こんだけでもでかいわ。うん、でかいでかい。十分。水変でかかったな、あれ。ユーティラ助かったわ。おう、ありがとうございました。ということで、パレンケの壁がない時にあれだもんね、フォニーが動くか動けんかで、まあ、結構知恵は食らってたよ、あのクソッタレダイブス。ありがとうございましたということで、めっちゃ助かったな、あの水辺ね、あれね。うん、ありがとうございましたということで、まあじゃんじゃんいきましょう。お手洗い行きたいんだけどさ、今43分、行っちゃうとあれじゃんね。あーと1個短縮構成、セルフ蘇生が出たもうありかなって思ったんですよね、うん、これマジでほんと初手別にあれだと思う。マジでもいいしさ、マジでマジマジでなんかシャレみたいなあれだけどさ、別に本当にあれだよ、これエデン対策で入れとるわけじゃなくてさ、別に風アリスと並ぶとさ顔がでかいとかそういう意味じゃないんだけどさ、なんか風アリスさ使ってさ違和感感じたんだわ。で先生確かにあのあれマジ使ったと見とったけどさ、あれって結構際どい数字だよね。自信がないとかそういうわけじゃないよ。まあどっちみち2発飛ぶで、うん、これが本当あれなんですよね、アユと天秤にかけてじゃないけど3回か4回ぐらいに1回有利取れるアユか、常に2回攻撃できる田島かみたいなっていうような風に考えたんかな、割と割とじゃないけどさ。まあ打たなあかんもんな。まあここはさすがに難しいけどね、うん、うん、今のでもでかかったよね。3072だったか。そういや構成後ろ構成知っとるから言ったんですよこれ。蘇生が出てくるの知っとるから、あれがタイタンのでかいな。で次これが何かがさ、バッカスの方、水バッカスの方当たっちゃうとさ、あのダメじゃん。蘇生してもらえんすが、今の耐えれんかったら、うん、それだけでもでかいよなって。
出てくるな、また本当に。押すだけ押しとくわ。うん、いや、遅延され、遅延はさ、神話な。うん、絶対神話。残すわ。うん、審査はいいけど、立ち回りで使ってほしいんだけど、それは残すよな。残すよな。絶対残すよな。審査は1で、田島親父スキルカウント2で3つあれだもんね。な。2あれか。田島親父2巻きらめるわ。うん、しゃあないしゃあない。まあ一応押すけどさ。押してみたのかな。押すだけ押したの。あ、タゲットル、タゲットル、あいつタゲットルぞ。一応タゲットル、こっちとこ。いや、往生際悪いけど、本当はああいうことやらん方がいいんだよね。あの、カウントが見えんくなるで。ポチ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 してから、なんか合図みたいなことして、押しっぱなしにするのはいいけど、最初からいきなり押しっぱなしでちょっとあれだよね。2,3 か。なんだあいつら。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。いや、押すだけしとこう。押すだけ押しとこう。往生際悪く。あの、あれでいけるじゃない。親父でカウントが間に合うからじゃないかな、多分。次があるもんでさ、残しときたいよな。それかあれか、これ。短縮あるであれか、スキルカウントどうだ ?5 だもんな。あれ、クママ間に合わんよな。あれで間に合わんよな。ほんで、一応これか、ここら辺か、とりあえず。なんでこんな時に申し分なく完璧になんて単語出てくるんだ。完璧ではないだろう。ありがとうございましたということで、これも最後の方のデッキ構成をお話しいたしますよ。セルフ蘇生からの短縮って、とりあえずありがとうございましたということで、あのあれ、3枠で遅延がもらいにくい環境だったら、ある程度なんかどの、なんだろう、属性色っていうの体でも結構通用するんかなって。火だとあれだね、ペパリンおるもんでさ、あそこら辺のところの対策じゃないけどさ、そこら辺のところがさ、ちょっと待ってくださいよねえっていうとこありますけどさ、お手洗い来てこなってきたな。48分、何もせんかったな。名前合うこともできるんだな、あれ。いろいろできるんだね。多分なんで水アリス使ったのかなと思われそうなんだけどね。ほっとりあれ別に対策で やっとるわけじゃないよ。ただ意外とさ、あのあれ、全員相手にさ、風アリスが並んだことって1回ぐらいしかなかったかな。意外と意外と全体あるで、一応保険かけとく。一応はかけとくわ。行ってから行っとくわ。うん、多分いいと思う。一応保険だけ、うん、かけとく。とりあえず本当はあれなんだけどね、全体あるから遠いで風アリス打ちたかったけどさ、2000円、そうだな、ああ行った方が良かったな、うん、知らないあれは、うん、ハーフィー200の風アリスもめんどくせえな、割とな、うん。そう、そこまではなんとかだな。これでこいつ落としたいやつか。じゃあ私こっち解くわ。田島2発はでもでかいね、これね、地味だけど、うん、
とりあえずのところガストなんだかんだ言ったら高体力だし、タウルスだって別に体力低いわけじゃないからさ、水が弾いとる分若干叩きやすいかなとか、なんか一合うなカウントかな。私使っといて、うん、ヘビが折れて、まああれだけどね、うん、だそれでも、まあ、まあワンチャンはないよな。ここでも考え方的にはあれだけどね、後ろで回すっていう手もありだけどね、はばきかなんかさ出てくることに乗って後ろから、ここでエヴァンジェってことはないもんな、 HP だけじゃ守れんからっていう手もあるけどな。まあ撃つことできたらどうしてもあれだったけどね、うん、あと嫌いなやつだろこれ、反論、反論と反論と反抗って一緒やん。いや、お手洗い行きたくなってきたけど、2があれだな、そこがあれか、あと1個だな、あれだな、ここだよな、ここだよな、そう、そこだよな、そう、そこそこそこ、とりあえず、うん、クラトン、まあ、バゲットであれだけどね、ブランス的に分かってるから。あれ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってください、スマホの方、そういう対決になるか、もうちょい、これがさ、相手1ですが、こっち2ですが、まあ結果的には多分引き分けになると思うよ、なると思うけどさ、あいつかワン場面ってこと、これが何、こっち自分入れて蘇生対象2ですが、相手1ですが、これが逆にさ5打った時、もうちょい、あれ、なんでだったんだろう。ありがとうございました。なんかあれなんだけどな、まあいいわ、そこは金銭、金銭、うん、なんでだろうなと思う。ありがとうございましたということで、ただ今の場面でさ、仮に5人おったときにさ、あのビヨンかかったときの言いたいことは分かると思いますけどさ、ありがとうございましたということでさ、あのパーセン、あれが地味にでかいんですよね。あいつそうですが、誰だった、キリコ、キリコのあの火注いするやついますが、火風のあれもちょっとパーセン高いですが、あれ地味にでかいんですよね。本当お手洗い行きたくなった、マジで54分ちょっと1時過ぎたらお手洗い貸して、それからおしゃべりさせてくださいまあ大体もう便波一緒でなってくるよね。あのパーセントも地味にでかいんですよ。でビヨン体力高いっすが、幽霊合戦などの時やれ、わかりますでしょう。ほんと意外にないんですよこれ、実は風あり、どっちでもあれだったかな、水アリスはあれだもんね、1,2,3 ならどれでもありだもんね。とりあえずあのあれだな、風アリスと火だけ打っときゃ、あれめんどくせえのおるな、なんだあれ、なんだあれ、確かに2枠の7000で7000は強いな、7500、7500か、2発かかるもんな、あれさっきもそうだったもんね、乱数で一発で打てんのかな、8000、あ、乱数あるんだな、打てる時もあるんだな、あれ多分っていうことなんだ。飛ばしたらここら辺までけんかな、無理だな、これ無理だな、電撃系があれだもんね、今変なとこしとなった、2の上をしとなってまた
1時あるじゃねえか、1でいけるか。1時あれだったんだな。あ、そうか、水だったで、彼だから、こっちまで行きたいところか、ここら辺まで行きたいところだな。カナン、キッチン、カーバー、サンダー、カーバー、ここまでどうだ、生き残り分でどうでしょう。あ、飛んだね、飛んだね、あそこまで飛べたね、なんとか。あ、これでフォニーと、あー、でも知恵、まあな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 、押すだけ押すよ。どっちからだな。知れない、一応連撃あるでなんとかあれだよね、多分。ただあれが、あー、もうや、あれはやめたか、蘇生してからか。残せあれじゃないかな、もう使えや、使っとこうな、こんなもん、どっちみち倒れるんだで、ね。うん、あれだけでもワンチャン残ったら、だけでもあれだけでも十分でかい、普通に。うん、いいね、いいね。私使うわ、私使っとこう。うん、持ち逃げ簡単にぴったりだな。なあ、とりあえずここら辺だろう、一応あれ的には。うん、そうだね、あのミステルは貯めたいよね、できれば。短縮もあれなんですよ、結構ハマるってことないけどさ、全体ありがとうだね、保証してくれるか、本当に。あ、ここは全部蘇生だな。で、次のあれか、エヴァンジェ勝負ってとこだね。うん、とりあえず私ら2人だとあれだろうな、火力ちょっと出せんで、うん、足りんだろうな。あ、ここでもう使ったか。いや、ありがとう、これは逆に。うん、そこの方があれだわ。ここでとりあえず。あ、まあ、あれが狙いだったんだろうな。なあ。短縮が見えとったらだろうな。際どいとこだろうな、これ。ビヨン火力ないよね、マジで。うん、そう、短縮させるんだな。だまし取るってぴったりの単語だ、これ短縮させるんだな。だで4の4でも2か、4短縮に間に合うんか。あれ風だったろう、4短縮でしょ、3カウントでしょ、間に合うは間に合うか、間に合うな。ありがとうございました、ということで。高野さん、河野さんだったか、よかった。ありがとうございました、ということで。頑張った、頑張った、ありがとう、ありがとうございました、ということで。あの、のしっていうの結構気に入ったんですけどね、これもう一回いけるでしょう。いや、行くよ、そんなの。最後まで一緒だな、多分。最後だね。から元気だな。これがラス、本当のラス。もう1時だね、もう完全あれだわ。うん、だいたいメンバー変わらんな、そんなにな。うん、お手洗いだけちょっと行きたいんだけどね、これ終わったら。とりあえずお腹も減ってきたな、またな。これって一応あのあれなんだよね、改造じゃなくて、あのあれなんだった、あのあいつ、あいつイタチで確か火の5000って売ってるんだよね。
確か打てるはずなんだわ、あれって。とりあえず追っかける、追っかける。あんたにぴったりだね、見習いって。行くしかないでな。ゆきちゃんじゃ、ゆきちゃんだと際どいよな。マジ打てるんか、4000いくつ。ちょっと私わかんない。水でも別にあれだもんね、当倍にはなるよな。私が追っかけた方がいいよな、多分。50パー食らっても。うん、安牌だよな。あっちの安牌だと思うわ。これでここ欲しいってやつだね。私のことだね。利他主義だね。利他主義、あんたのことだね。そう、ここはもう惜しみなく使いたいね。うん。くしかねえもんな、あれは。風蘇生分かってるよ。全員蘇生されちゃうけどさ。でかいな、これはでかい。うん、でかいでかい。風に変えてもらえたな。うん、でかい。フォニー、フォニーにはなかなかあれだな。今日はそんなにあれだぞ。いないぞ。砂漠で 60% にはやっぱでかいだろうな、これ。うん。そう、ここでまたあれだもんね、2発使えるでね。うん、でかい、これはでかい。で、どこら辺だ？この辺りかな。とりあえずのところは。あれがきついんだよな。ビッセルが硬いんだよな、あれな。硬いっていうか、フォニーじゃ打てんわ。だからタグやめたんだわ。うん、二人じゃないと多分あれだと思う。残数でとりあえず、パウロスかあれか、教祖様か。あ、でもあそこまで飛んだな。だからそこまで行きゃいいよ、とりあえず。うん。これで全体、私が行った方があれか。私があれか。こっち無難にもらっとこうだったら。無難にもらっとくわ。うん。多分あれ、ビッセルは誰も打てんもん。うん。みかんでも多分きついと思うよ。生き残りもそうだね。いや、きついんだな、あれ。ほんときついんだな、あれ。ここはあれだもんな。これが残っとるな、とりあえず。うん。2は遅延はありますけどな。これなんであれなんだ？音のマーク出んかったんだ。いや、ちょっとりあえず潰しとこうかなと思って。うん。うん、とこ。こっちとこ。だったら。うん。こっちとこ。ちょっと待って。ちょっとごめん。タケが今変な方行っちゃった。うん。これで残り分。ここはとりあえずもういいカウントいいのかな。幅がかかるでな。二人で打てるかどうか。あれは絶対落としたいな。ありがとうな。ありがとうございましたということで。際どいありがとうな。ありがとうございました。これも直してやりたいんだけど。ちょっと待って。よし、やったで。ありがとうございましたということで、これで終わったんで、ちょっと待ってください。ちょっとお手洗い。お手洗いタイム。ふう、すっきりしたということで、ちょっとスクリーンセーバーかかってましたね。ということで、こんな感じでございまして、ああ、すっきりした。うん、最高。まあ、聞いとる方が最低だろうね。まあ、そういうこと言うなということで、61の44。頑張った。頑張ってはない。ということなんですけど、デッキの話なんですけどさ。
上から行きましょうか。割と多分長いよ。こっから行こっか。初手は別にさ、これ候補としてはさ、たまたまたまだね、たまたまたまだね。候補としては初手は当然エデンおるよね。あれこれ何これ、あ、書いてねえんだ。エデンから風アリス、エデンだね、ここエデンいますよね。それから風アリスはあれか、ちょっと待ってね、顔がでかいから別に使わなかったわけじゃないよ。並ぶとでかいんですよこいつ。いやそれが嫌とかそういうわけじゃないけどさ、なんか使っとって違和感思ったんだわこれ。なんか違うかなと思って、いや説明できん、感なんとなくこれじゃないよなって。うん、まあ、普通に行けば別にエデンでもあるし、もっと言うならこれでいいですよね。計算してみたら一応あれなんだよね、 80% 固定でいけばなんとか 100% は切らんだよね、エクセさえ守れば。うん、シビアっちゃシビアな戦いになると思うけどね。ただ数字見とると結構上振れで 7000X とかパカーンで取るから、まああれかなって。先生割と使っとるの見ましたけど、いや私いろいろ見とったから、うん、それ対戦視聴者分かることで、うん、これでまあ別にオールマイティに拾っててもあれかなと思う。かといって何これ別に初手イベホ入って7000いくつのやつ使ったからってそんな耐えて残るってわけじゃないよね。5回に1回ぐらいじゃない、なんか運よく残ったりするの。別にそれでガーリス打とうどうのこうのって思っとるわけじゃないけど、なんとなくこれ説明できん、なんか久しぶりこんな感覚で。2枠目田島がさっきも言いましたが、これ当然候補はね、風編のアユがいますが、最初それかなと思ったんですよ。だけどこれ使える時ってちょっと戻しますけどさ、相手にガリソがいなくて自チームにガリソがおる時、その確率別に統計取ったわけじゃないけどさ、だいたい4回に1回ぐらい 25% とかぐらいじゃないかな。いや統計取ってないですよ、勘でいってますよ。4回に1回とりあえずポジション取れる時、相手にガリソおったらあれだもんね。まあそこはあの味方の何メンツ次第とかじゃないけどさ、でそれ動画で撮ってっていうか、毎回言ってましたが撮ってっていうか、後でなんかそのねいいシーンじゃないけどできんかなって、拾えんかなって撮っとったんですけどさ、見とるとさ別にアイオってガリソだからってさ、そんなにポジション取れてるわけじゃないっていうか、田島の数なのよね。さっきも言いましたこれ計算してないで分からんすけど、ガリソ相手にやっぱ田島3発1人で2発打てますが、2人打つとガリソ倒せるってことだもんね。いや極端に言うと5人立ち回ったら別にいいんじゃねっていう、いや究極の言い方したらね。いやでもみんなあれだね、後ろの構成が自分で火力積んどったり何ね、連撃とか全体とかシレーナとかだけど、積んでる人はうどんとかってね、イナフとかの選択肢になるか、全員が全員田島じゃないけど、私のこの構成だとパーセンアップ系あんま、いやないよりはあった方がいいけど、落としてった方がその後のエラーを防ぐために、例えば別にこれ攻めるわけじゃないけどさ、自分も含めてだけど初手の問題間違いとか微妙な打ち漏らしとかって絶対ありますが、全員が全員そんな、なんて言うんだろう、貫突前提で 80% で出てくるとか、これもあれだよ別に公開処刑とかで言っとるわけじゃないよ。そういうところのエラーを防ぐっていう意味で2枠の連撃って結構重要かなって。特に高速戦において、高速戦ってことないけど、水風私そんな高速だと思ってない。うん、火はいないですよ、火はだからエトナですが、とまあ電撃ではないけど全体で一応あれか、細かく全体に飛ばすみたいな感じで、ちょっと表現おかしいけど、うん、田島の方がなんかメリット高いんじゃん。だってこれ絶対毎回2発打てますが、自分が問題間違い限りは、とりあえずのところ、うん、アユで守ってくより2回に1回守れるとかなら分かるよ。いやだってでも敵にガリソ使ってきたらとりあえず使えんじゃん。で味方にかといって田島とかおらんかったらさ、イナフとかだけだったら全然あれですが、なんだかんだ言って風であれだもんね、足して1万出せるのって他にいないもんね。うん、もちろん相手に風変されて何ポジション取られる時もあるけど、いいねだって別に一発で打てるんだからさ、まあ自分のね都合のいいように言っとるけど、うん、じゃないかな。全然ポニーの話じゃないけど、ポニーの話は後でしますよ。後ろの方になんか用意しといたね。うん、
フォニーのとここれ当然のごとく恐怖で言うとさ、山岳でパレンケとさガッサとさイカソセこの辺り含めたやつらがさ全くいない時ってさ多分20戦ぐらいして1回あるかないかぐらいだよ。パレンキョって60パーあったらもうほぼほぼ残せる。あ、それもちょっと最後にあの後の方で言います、用意してあるから、うん、でそれプラス あいつ言いますがガッサとかイカとかがほんとそれがないんですよ。ストレートも脅されると別にストレートの脅されたからって負けるってわけじゃないもんさ、自分だけスキル活動できなくたって、うん、実際のところだからまあこれでもいいかなって。一番フォニーが生かしやすいところじゃないかな。止めれるのだって大仏しかないですよ、あなたの大好きな大仏で止められたからってそれだからといって止まった、何他のが止まるってわけじゃないからさ、パレンケおるし自分のところで弾飛んでくるかっていうとこだもんね。このタゲのさ理屈としてさ、例えば大仏でフォニー止めますが、で味方にパレンケとかいますが、だけどさガッサおったらさ蘇生するやつ最初にタゲないよね。ガッサおるんだったらさ田島とか避けてさ風のやつタゲるよね、とりあえずパレンケおったりしても、いや蘇生されるから火力に余力があるならね、自チームに田島が5人とかおるんだったらまだあれだけどさ、普通あれだよね、蘇生何対象じゃないやつまず落とすよね、一体でも減らそうって考えますよね、筋として。だから全属性だから割と下げられにくいっていうかな、余ったら来るみたいな感じだから意外にというかかなり残りやすい確率的に、うん、パレンケとガッサ率が高いから、うん、本当にそれがある。で次のターンも完全遅延食らうかどうかだけどもあればスキルターンは間に合うし、あなたが問題間違えんからってことで、で地味に地味じゃないけどさ、もちろんみかんの短縮もいますけど、あいつが多いんですよ結構意外と。名前でこんこれそこそこあれだったかな、助けられたりしちゃった多分あれだろうね、こいつ引き継ぎ、ちょっと待って名前出てこんからさ、カバウだカバウ、あの福引きのやつ、これ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 ポディア、うん、引き継ぎのね、なんか発動させたいっていうところだから、あのあれモズルか、そういうのを多分予想してじゃないけど水の短縮にしとんじゃないかな、バッカスも意識しとるかな。で水短縮って実はあれだもんね、シレーナとかやったことがほとんど引っかかるから、はばきぐらいだもんね引っかからんって、まあ、割とそれに助けられたのもあるから意外と発動は しやすかった。逆にあれなんですよね、4が発動できんってことは相手蘇生かなんかかかってあれですが遅延して、そうすると5は発動しやすいかなって、いや遅延食らったら当然しますよ、うん、だけどこれかなと思って、でそのビヨンじゃないけどさ、まあ後でそれは言うか、蘇生の方のやつは別に他にいますよ。これ見ていくと4で全蘇生だとさ、ここ行くとこれいますが、とりあえず全蘇生できるからこれ使えばいいじゃんって思いますが、 1% だけど、うん、まあ、別に 1% も 20% もそんな変わらんのると確かにやんない、うん、ビヨンの、うん、回復あれか 20% で助けられたってのはそんなないね、8回か10回に1回ぐらいじゃないかな多分、うん、ただその蘇生ずらしだけど、蘇生ずらしって言った方がいいか、蘇生リレーって私言うんだけどができるのがでかいかなって。例えば味方にね魔女とか水だけか、それか安倍さんの風だけとかおった時に、他のね逆属性がおった時、なんか水なら風、風なら水がおった時にビヨンでねリレーできるか、そういう時絶対皆さん言いますがスキルウェイトっていうのを、うん、それができるとね引き分けが勝ちに、負けが引き分けにみたいな1ランク上に上がる感じのことができるから、それが地味になんか勝率じゃないけど助けられた部分あったかなって。引き分けにできたりしたのにあったのが、逆に勝ちにできたりしたのにあったのが、引き分けにできたりした方があれだろうね、勝率に影響できるんだね、負けだったのはっていうのはね、うん、そこで1カウント稼げるからさ、地味なデカさだと思うこれが、うん、私的にはこれかなと思う今日も。どれも別に文句ない、一応別にあれでいいかなと、ぶっちゃけ初手どれでもいいと思っとる、倒せるんだったら風アリスでもいいしエデンでもいいしマジでもいいし、 80% 固定にしとるんだったら別にマジでもいいしって思っとる。
ただなんとなくこれは説明できん感覚、うん、まあたまにはそういう自分の感性に従おうかなって。私割と自分に従う人なんで、うん、ゆう子もやったんですよこれで。 40% 蘇生だし4ターンだしさ、割といいんじゃねえかなって。一応貫突これで、うん、弱くはないですよ。やっぱ全員蘇生させた方がいいな、うん、4ターンでもね、遅延食らうときは食らう、スキルカウント普通に食らう。だってこれあれだよ、イハトとあいつ田島親父か一緒におったらアウトだよもうこれ。全属剤で両方食らうから、全属じゃなきゃいいっていうもちろん話はありますよ。他のだったらいいっていう話はあるけど、食らうときは食らう、はっきり言って、うん、それはもう避けれん、うん、クママ2体とか出てきたらだって終わりだもん、そんなもんスキルカウント的に、うん、だからまあいいかなってやってみたけど、ビヨンのあれかな、これだとずらせんのですね、風だけだから。そのスイートスポットというかさ、って私の言葉で言っちゃうんだけど、幅が狭いというのができる蘇生リレーっていうか、ずらしてなくて、うん、だからビヨンにしたスキルカウント1多くなってもそっちのメリットがデメリットを上回るかなって、うん、定番だよねこれ。これがベタだと思う、これが筋かなと思ったんですよ。だって普通に行くとあれだもんね、書店も別に風でね、イベホだし、2枠前で風変したらいけるかなってあるし、フォニーで一発耐えじゃないけどさ、蘇生とかパレンケとかの壁作りながら4ターン蘇生して、4ターン蘇生するのは6間に合うもんね、カウントが遅延がなければ、うん、100% 蘇生できるし全部って思ったんですけどさ、意外にあれなんだよな、あの最後のやつがさ、これがさ属性が風っていうこと、だから水蘇生もらえんっていうところ、うん、だからビヨンの方がいいかなと思った。捨て的には両方そんな変わらんすもんね、はっきり言って、うん、大差はない。ビヨンの方があれだね、属性無視してどれでもオールマイティっていうのはあるけど、どっちにしろ両方火力ないで一緒だもん、うん、思う。ビヨンだとあれなんですよね、ヴィッセルの水全体もらえるのが地味だけどでかい、全属性だから、うん、まあ、今日に関しては私左のデッキより右のデッキの方がいいと思う。初手は誰でもいい、200田島の方があれかなと思う。さっきも言った通り何回かやってね、1回ぐらいの有利取れるアユ使うより毎回2発打てる田島の方が、だって一応あれだもんね、全員自チームが風でね、どうしようもないって言うときでも、田島2体ぐらいおって相手ガレスおると割となんとかなるんですよね。5人落とせたりするんですよね。だったら別にこんなんでもいいかなと思って、意外と実は思った。なんか田島めんどくさいね、止めれるの恩師ぐらいだもんね、うん、思った。なんかなんで右のような風にした、うん、変わらないよね、どれでもいいと思う。エデン意外に1回しか使わんかった、なんかしっくりこんかった。風は別に打てるけど、うん、打てるけど、これ水アリスは打てんわね、当然のごとく、うん、意外と倒されるし残るってわけじゃないし、割とで、やっぱ全員風並ぶってことそんなないんだよね、ないなかった、ほんと10回、20回、2回ぐらいじゃないかな。渋々もう風アリスたげらざるを覚えんっていう時が、うん。それ以外はなんか逃げ道があるもんで、体力低いやつたげや、イベはあるもんでね、水の流せんだったら倒せますよ、ある程度は。うん。あんまりあれだったかなということで、あれこれ一緒か。一緒だな。あれこれ違うか。違います？こうか。こうだね。こう一緒だ、こうだね。最後遅延より普通にやらせない蘇生でいいんじゃないかなと思う。うん、止めに行くより思う。合わせにくい。カウント6、3でも意外になんかうまくいかん。で今回で言うと短縮結構いますが、当たり前だけどみかんもおるし高野さんもおるし。そこら辺の不確定要素考えると遅延狙うより遅延食らっても蘇生にした方がトータルでなんか勝ちに近づくんじゃないかなって、統計は取ってないですよ、やった感覚で、うん、やめました。いや色固定は難しいわ、うん、
これやるんだったら2とか3をきれいに落とさなあかんもね。構成が違うわな。本に入れとるんだったらやっぱ素数入れた方がいいっていう、あのデッキの相性的に、うん、これは素直に思った。やってみて。だったらなんかイナフ田島イナフタウルスか、そんな路線の方が多分いいと思う。難しい遅延語なんか、安定はしんよ。こうモズル確かに耐久は高くて10万近くぐらい、何かちょっとうろ覚えだけど、それでも最初の方に何か言いましたが、あのやっとことかに全体もらったら吹っ飛ばされて、吹っ飛ばされるんですよ、それぐらいかかると、これやるより後の方に残したるかな。ポディアだったか、あれかけて後ろに羽ばきやった方が多分強いと思う。モズルでもあれかな、モズルよりでも多分幅きのあれだと思う。属性あれだで6800体力あるし、あっちの方がめんどくさいよ、ポジア幅きの方が。あれが本当なんだろう、フロルルじゃないけどさ、モズルよりはあれじゃないかな、3形態よりは絶対幅きの方がいいと思う。3形態の幅木だって、3形態の幅木じゃねえや、そんなもんねえわな。3形態のモズルだって3万半分ぐらいでしょ確か。あれやっぱやっとことかかかったら飛ぶもん普通に。で今日なんかビステル率高いっすわ。ヘビとかかかったらやっぱあれだもん。そう考えると幅木とか置いといた方が、だからちょっとトレンドが変わっとんだよね。風対策より水対策した方が、風があれだから裏になって水対策っていう方がなんかあれじゃないかな。多分一番耐久というか、そのカバーを引き継いでめんどくさいのはあれだよ、ポディアハバキだよ。あれが一番めんどくさいところ多分。ポディアモズルでも全然悪くないけど、ハバキのが結構めんどくさいで、なんだかんだと思った。あれはいや敵に回したからなんですけどね、敵に回したり味方になったり見とったんですけどね、まあそうせんのがいいんじゃない普通に、確かに水のあれっていうのはわかるけど、これやるんだったらポディアとか引き継いだ方がまだあれだろうね。水水徹底的に潰すとか。でもやっぱポディアはばきの方が多分いいと思うわ。これやるんだったら。ポニーだとそうだなぁ。まあ、そっちであれだと思う。水だねな。全員が全員水ってわけじゃないからさ。で全体かかって連携かかるとやっぱり、3枚いくつでしょこれだと、あのルールだけの耐久が飛ぶ、それぐらいだったら。だって10万だったか忘れたけど、あんなもんぐらいあるモズルだってね、やっとことかヘビとかに全体かかったら飛ぶもん。そう考えるとそこまでの安定性よりむしろあれだよね、ボディアはばきの方がめんどくさいかなと思う、耐久力高いよあれ本当に、思うわあれは、そうだね、疲弊してなんか抜けれんかなと思ったんですよ。だって山岳あいつ高いですが、パレンケ列がウーマンに比べて、で疲弊して、まあ、そこ抜けれるかどうかも別にして、ただ問題なのはあれなんで、ここに火に帰ると蘇生がもらえるんだね、それの天秤にとってどっちがいいかってことだね。でそこまであれなんですよね、ポイエ引き継ぎ使っとる人特定の人なんですよ。手に渡ってないっていうのもあるかな、あれでも福引きいったら一回引きあれだもんね、値切ったらいいもんね、とりあえずは。ちょっとあれかな、コスト無制限よりはもうちょい絞った時の方がいいかな。めちゃくちゃ多いってわけじゃないもん、ポジア引き継ぎやっとるのが。そんなにあれだったなんか、まあトータルで見ると私はフォン使った方がいいんじゃねえかなということで。そうだね、はばきだけじゃちょっと守れんね当たり前だけど、あんだけビッセルかかってやると飛ぶな、水3とかおったら普通に飛ばされるもんね、そうすると後ろのねスキルターンがどうかというと、まあでもあれだな、フォニーがおるでそんなにはだけど、ビヨンのがやっぱあれかなと思う。悪くはないよこの構成、別に普通にいいと思うよ、いいと思うけど私は右の方がいいんじゃないかなって。比較してないですよ、統計取っとるわけじゃないですよ、なんとなくそうじゃないかなというところで、でまあ対戦見とっててある程度は分かってると思いますけど、伸びしろじゃないけどさ、2色含めてこんな感じの何セルフ蘇生からの、まあ、最後はあれでもいいですよ、蘇生でもいいですよ、
短縮なんとかセルフ蘇生短縮後ろなんかっていうのが割とどの色でもコストム制限じゃないけど上がってくると通用しやすいんかなっていう条件が3枠で知恵もらわんってやつ。火はペパリス高いで難しいですが結構判定しんすか。あれは逆に水風だとあいつしかいないですか、大仏しかいないですか、止めるの全属性を。大仏そんなに多くないもんね。多くないよ。いや私遅延結構食らっとるけど特定の人だもん。あれブクマしとけんよ。そういうことはしんけどしたくなるけど、うん、使ってくるのはほんと特定の人だもんで、水風はそんな高くない、はっきり言って。全属性に書いてあって遅延率は、うん、ペパーとかやっぱあれなんだね、ピンポイントでパレンケ狙ってくるとかないからだね多分ね。全属性するパレンケなんておらんもんね、なかなかね、わざわざ、うん、だからじゃないかな。だからこれが成功しやすいんじゃないかな。セルフと性短縮ホニャララ、ホニャララ、最後は何でもいいと思う、うん、結構買ってましたよ、うん、まあ見とるとある程度わかると思いますけど、自分なりにアレンジしましたよ。ぼかしとるよ、全く同じデッキじゃないけど、ああそういう構成どれでもやってもいいんだなぁ。多分おそらく条件が3枠なるだろうね。遅延もらわない、もらいにくいっていうことだろうね、うん、って思った、素直に。これはペーパーが折るときはやりにくいんだろうね、多分ピンポイントで狙ってくるから風をって思う、素直に、うん、まあそういうのもあれだね、なんか今後のネタにできるなということで、まあ、割とあれだよね、ストレートってストレートでね、こう、そうそうそう、3枠、なんか4枠のあれだね、ジョーカーちゃん。普通あれだね、水風だとさ、属性が水の方が不利だから、風の方を短縮した方がいいっていう考えますよね。だけど今あれだもんね、あのポディアが出てきて、水対策引きずりのモズルとか、それから新しいコンボじゃないけど、ハバキなんかが出てきてさ、割と水短縮させた方が、で、私みたいなデッキなんかめちゃくちゃ相性いいですが、水短縮が。これをこれじゃないけど4枠の短縮をポツポツ見るもんで割と入れてもいいかなって、あのバッカスをって思ったんですよね。あそこは逆に風じゃなくて、うん、まあ風の方が良かったという時もありますけど、ストレートっちゃもろストレートだね、マジ引けがないじゃないけどさ、まあ、その言葉言いたかっただけなんですけど、うん、そういう伸びしろデッキもうあれなんだなと思って、いや、いろんないろいろ眺めとってに、ね、これ結構伸びしろ、あのぼかしてますよ、変えてますよ、変えてますけどさ、1、2は違う。だけどさ、3、4は大体の人使うよね。パレンケ入れて後ろどうする、イカ蘇生かビッセルかガサ蘇生とか、そんな感じか、まあ、多分あれだね、イベホワルデビッセル高いんじゃないですか。遅延食らってもワンチャン耐えたりみたいな、戦うの難しいですもんね、あれ7000ぐらいあるから、水じゃ戦けんからさ、田島とかの連撃じゃないと届けんもんで。で、最後あれなんですよね、ビヨンなんですよ、あれが。バッカスじゃないんですよ。使ってみて思ったけど、あれだね、スキルターンが間に合わなくてもさ、そのずらしたりとか、蘇生させてもらったからできたメリットっていうのがあるんじゃないかなって。あとあれだね、最後の蘇生勝負じゃないけどさ、20% だったか、あの回復量。ビヨンあれなんですよね、イフで確か叩けんはずよ、あれ蘇生された時。そういうのもあるんじゃないかなって。スキルカウントが5っていうデメリットもありますけどね、だけどメリットがでかいんじゃないかなって、うん、見とったしやってみて思った、うん、シンプルってはシンプルだよね、1、2は違いますよ、うん、そこは想像してくださいですよ、まあ、でもやろうとしてることは基本的に一緒だよね、効果力、効果力じゃないけど、うん、かばってないですよ、2はかばってないですよ、うん、そこは想像してくださいなんですけどさ、勉強になった。ビッセルがイベホだからかな。でも水風の時のパレンケビッセルって結構通用しやすいよね。パレンケビッセル、それからバッカス。ベタってやベタだけど、弱くはないよね。3ターンあるからシンプルに強いよね、普通に。継続できるから。ビッセルが発動できるかどうかだけど。うん、先落ちのビッセルだってあれだよね。相手の田島とか一緒に引きずり下ろしてシーサマ出さんかったらまだあれだろうね。うん、って思うんですけどね。ビヨンなんだなぁと思って、うん、今後のネタに、それで3枠の方にこんな風に用意したんですけどさ、パレンケとかがおってフォニごと本当に落とされる時で極端なやり方したけど、こんな相手がおった時、要は風特攻いますが、シーミン風特攻ですが、であいつ
姫ちゃんも風特攻ですわ。で、ラックが風に対するアップ、火力アップっていう、火力特攻って上げますよ。で、田島ズイオタルスが連撃ですが、2回か。こんなメンバーがおった時に、パレンケ2体とかで、フォにかけてもポコッと落とされる。あの、あれ、ガッサとかコンビで。でもこんなメンバー相手揃う時って、そんなないでしょ。ないですよ。やっとってそうなんですよ。フォニーまで綺麗に落とされた時って本当にパレンケがおらんくて裸のシーミンが私タゲってきたとかっていう時かな。あのパレンケとか2体おった時とかシーミン1個ぐらいとかだけやったらまあ何あのフォニーかけるとさ2体目とか守れたりするんですよ。うん、なんとかラックンとラックン2とかちょっとそこまで覚えてないかな。ほんとこういう極端な例の時に全部ガチコンと落とされる、まあ、確率的にこれすごい低かったんですよ。巡り合う可能性がないよね。難しいよね。5人が5人さこのデビ君ってさ用意ドンってやってさ三角が全員揃うって意外に難しいよね。多少はこじれるよね。なかなか合わんよね。ね、そうこのデッキに逃げられる可能性が少ないからポニーでもいいんじゃないかなって。パレンケが結構特攻されてもさシーミンとかラックで狙ってくる人結構いますよ。このシーミンなんか特にね遅延食らわんし蘇生もらえるから割とありっちゃありだよね。パレンケ今日なんか本当あれだもんね。とりあえずパレンケぶっ壊すだもんね。ウーマンじゃないもんね、うん、姫ちゃんだって別にウーマンだったら風で有利取れるしさ。だからまあポニーでいいんじゃないかなって。とりあえず今日の条件に関しては。それでさ、まあ明日こんな感じ。とりあえずこれがまずまあこの後に続くじゃないけどさあのいつものじゃないけどさ水パレ風蘇生剣心で風全体みたいな。で余ったコストでギリであれ入れたら初手あなたの親戚じゃないけどコケコッコじゃないけどもうとこの前はいつだったかな前回だったかな割と良かったセルフ蘇生リスコックスで余ったコストで初手火の効果力みたいな。あこれ変えといた方がいい、うん、玉だらけになったね。そうこんな感じのともう一個は逆にウーマン構成まあ5億にしてみた。水はそんなあれだもんな。風だったらかばえるからさあのあれだったらリス1個とかだけだったらリスコックスか、うん、で余ったコストで、まあ、2枠多分あれかばうより回復させた方がいいんじゃないかなって1枠に関しても。でデンマークもあれでしょう一応イベ法でまあそれしか入れるのねえしなと思って。うんどっちみちポディがそこそこおるんだったら火で殴った方がいいんじゃないかなって。パレンケ持ったりしたら水パレっていう可能性ももちろんありますけどね、うん、ポディは意識してどうだろう水減るかな分かんないけど、うん、まあとりあえずこんな感じを組んで。で最後の本題国内有利でとりあえず1から2ヶ月ぐらいで、まあ、対戦結構目指しましょうみたいな勝手な企画を考えてみたんですけど必要なのはやる気無制限だよね。そこだけはあの1000円ぐらいかあのお金出してくださいと。あとに続くんですけどさあのあれ福引きのパーセンアップありますがあれ1000円だったか980円だったかそれそれをできれば出した方が確率が上がるかなっていうのでまず国内で育てた方が集めた方がいいやつみたいな。朝ちゃんはまああれだよねこれが本命のとこじゃないですよ。本当はウーマンなんですよ。一番最初はウーマンだからとりあえず上から順番にバーッと並べてたのがまあ初手の効果力あれだよねヘビー連撃か最後のあの蘇生のやつをまあとりあえずとつった方がここは無視してみたいな。うんこんな感じでとりあえず集めていってみた。特急は初手のあれに使えるから5900だったらとりあえず達也とかいかんでも。あネタバラシに言うけどさっきの方のどっかのあったデッキのあれ1個の答え初手特急なんですよ。うんなんか別に初手特急でも今日別に勝てるんですよ。うん勝てますよ。レートは言わんけど結構高いですよ。かなり上から数えた方が早いぐらいですよ。うんそう考えると別にちょっと勇気出ますけどね。トッキーで確か多分乱数だったと思うけど別にあれだもんね風あるやつ下げらんでもいいんだもんね。そこは他のやつ下げてきゃいいんだから、うん、
やりようは十分あるっていうことで、行かなあかんときは行かなあかんけど、まあそこは諦めるしかないけど、うん、攻守のバランスいいし、水風でピグメンを打った時にもトッキーでポジション取れるから、うん、っていう意味で選んだ私の独断と偏見で。一番集めなあかんのは絶対運馬、もうそのなんていうんだろう、限られた条件でいくと、これが条件で言うとじゃないけどさ、協力と揺るがりとはもう諦めると、あの米倉は最初の初めて1ヶ月か2ヶ月でそこまで手が届くわけじゃないから、協力なんか集めようと思ったら 月ごとにいるし、そんなもんね、やるまで払っていくんだったらガチャ代が切りないもんで、そこはもう却下、無理なもんは無理ということで、あくまで1か2ヶ月ぐらいで、もう一番最優先は絶対運は。で、新潟の謙信と青龍はあれなんですよね、その後に続く赤謙信なんですけどね、うん、あれはあって損ないかなって、全体系は。いや、あの協力とかさ、それから対戦とかでいかんと、最後の全体って結構国内だけで難しいんですよね、調べてみると、うん、意外に。なんでね、どっちみち赤謙信集めた方がいいっていうのでピックアップした。青龍も一緒に集まるしね、書店の水効果力で、これでとりあえず火水風の初手の効果力と火水風の最後の蘇生、それから連撃1個、蛇もまああれだね、集められればね、色違い進化かまで行きたいけど、こんな集まりますよね、こんなんで十分だと思う。ウーマが一番最優先、うん、これだけは貫突目指して、他のはまあトッツが甘くても初手の効果力はさすがにあれだね、貫突じゃないといかんと思いますけど、それで色違い進化はこの2体だけで絶対最優先は赤ウーマ、うん、赤剣心は最悪元つでもいい、最後だからあのバレンから、うん、全体かけて落ちるだけだから、さっきの構成ありますが、非課税でやるのって絶対こんな風だもん、バレン系ハンコ剣心だもん、最後の剣心の火力はそこまであってもなくてもあった方がいいけど、あれだけで勝率に影響すると思う、元つでも最悪ごまかせる、うん、それよりバレン系の貫突がいればね、それは後に続きますけど、うん、ということで色違いもこの2体だけ、最初絶対お金なんか貯まるわけじゃないからさ、貯まったガチャとかじゃないけど、ラッキーパンチ、ヒンター、ホント、あいつら、ワンダーか、あの辺り売ってて金稼がなかんぐらいだから、うん、この2体で、2体だったら多分7体集めても、あの計算上いけるわ、お金的には。ウーマンだけはいけるわ、剣心は1体でもいい。そうしたらなんとか、再生には多分形になると思う。それで、こっからがちょっと敷居高いかもしれんけど、対戦の方のメンバー。とりあえず集めたいのは当たり前だね、最優先パレンケだわね、これはもう1体引いたら全部値切るってやつ、うん、パレンケいいね、ガリソ、このカバウケ1、2のカバウケ、3から後ろのカバはいらん、うん、4枠かあいつら、ゴスとかあった方がいいけどあれはいらん、でグーニーズとこいつがおるのはこれはあれなんですよね、周回デッキでリーダーにしたいんですよね、2にぎデッキじゃなくて、今だと周回早いですが、1体でいい、これは貫突じゃなくて1体でいい、そしたらこれ150パーの全体でスキルも全体打てますが、これでやると周回楽なんですよ、スキル3でいいからポン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 いけるから、でクッキー負けずに、パーセン低いけど裏ボス確か 10% ぐらいじゃないかな、だけどクッキー上げてスキル使ってごちゃごちゃやってる、その分の5問か6問で周回してやった方が私はあれじゃないかなと、その分問題解けるから勉強にもなりますので、うん、そういう意味でこれが1体欲しいかなって、これ全属性だからデッキ作るときに、うん、割とコスト安いし最初の方入れやすいしさ、で最後のボスの時に行った時にこれスキル1個使えば全部倒せるから、とりあえずのところは、うん、それでそこの足りんところ、周回デッキじゃないけどさ、あれ何パーだったかなっつって、ちょっと待たせてください、うん、コストいくつだったかな、玉いますが、玉の全属性、あれ使うんですよ、これ使うんですよ、こんなもん、育ててないけど元筒とかでもいい、貫突で確か3300くらいじゃなかったかな、土曜日周回試合もらえますよね、あれを使うんですよ、これをこれを使ってとりあえずところを埋める、うん、リーダーはさすがにアリスの全属性集めるまではそこまで時間かかるからそれは却下したい、で米倉の最初の
ネギいますが、あれも集めるのめんどくさいから却下。これに頼りたいね。だからこれだけはあの1枚引きたいね、うん、できれば引きたいから、これが欲しいかな。オンジだと全属性の福引きじゃないわ、チョコで引く方のやつか。あれだとパーサインアップだからさ、割と時間かかるんですよ、一周の周回が。でメンバー揃えんと周回しにくいんですよ。これだったら玉揃えやさ、いけるんですよ、うん、私のね周回デッキがね、まあ、絶対こんな風にしとる、うん、マジを小町の方に変えや、200パーの全体4ターンで打てるからとりあえず倒せる。で保険として問題ミスした時とか親父の遅延か、うん、でエンゼルが体力高いから地味に耐えるから、これでよっぽどのボロボロ間違いしん限りはゲームオーバーってことはまずない、うん、最後でもこれまあ貫突しといたらあかんすけど、マジは1個足りんか。体力があるもんで2発で倒せるから、うん、スキル使わんでもこんでいけるんですよ、周回的には。でこれの穴埋めに弾を使いたいっていうような発想。すいませんね、戻ろうか。そう、そんでこんな感じで、とりあえず対戦でいいねは最悪ガリソでなんか代替品じゃないけどしてもあれかなって。ユカタもあれだよね、あなためんどくさい時よく使うもんね。もうコスト的にね、とりあえず、うん、あれは1体拾ったら値切りたいね。対戦はもう1体拾ったらとりあえず値切りたいね。だから対戦国を絞って、パレンケはもう絶対だよね、最優先だ。対戦国内で言うとウーマン、対戦で言うとパレンケだろうね。いいねとガリソの方が欲しいかなと思うけど。で、あと田島、あ、これガリソン入れんかったね。あとごめんなさい、ガリソンも。カバウが1、2まで折れば、とりあえずいいかなーって。オバキューまでは集まらんしさ、進化とか集めたら。田島とかはさすがに進化だと届かんか、そういう構成は無抜きにして。で、ゆるがりに関してもガスタ欲しいけど、最初の1、2ヶ月でそこまで行くのは絶対無理だと思うから、あ、これじゃないね。抜いて、で、まあ、ぶっちゃけじゃないけど、自分の手持ちが揃ってなくて勝てない条件は捨てるっていうのもあるね。チケット稼ぎに行って、そこではランクじゃないけど勝率じゃないけど稼がんっていうの、稼げないっていうの当たり前だよねっていう、まあ手もありかなっていう、うん、あれどこだった、そうですね、あれ終わり子いないの、捨てた、あんたカバーあったあった、うん、こんな感じ。対戦はこんだけでいいかな、とりあえず。他は代替があるから、国内とかで、うん、とりあえずのところ、本当の目先ので、まあここがあるか、運勝負。福引きに関しては1000枚か2000枚ぐらい貯めるぐらいまで、多分2ヶ月ぐらいやると1000枚単位は貯まるんじゃないかな、とりあえずのところは、うん、ずっと200問のクエとか週のやつ全部取っていって、うん、でそこでまあとりあえずあれだね、神社のお布施じゃないけどしてちょっと勝負したいかなというのが、シーズン3を全部引いてポニーを狙っていく。ポニー1体狙う。でそこまで溜まったゆるがみがあれば4凸か5凸ぐらい、4凸ぐらいで一応実戦レベルになる、うん、貫凸まで目指さんでもいい、目指せは最高だけど、ゆるがみはとりあえず最初全部ポニーより残しとく。で逆にネギはここら辺の福引きに使う、福引きとか浴衣に使ってる、グイに使うと、うん、シーズン3引くとこの2人もいけるんですよ。ピグベントポディアだったか、この2人だけでいい。火のカバウとかいい、ここら辺はいい、だからこのページにしたんですけど、ホークとスミスはいい、そんなに重要性高くない、こっちの2人引いた方がいい、うん、この2人とこの3つ引いたらシーズン3終了。とりあえずで溜まったネギで一番難しいのは多分あれだね、フォーに引くのなので、ピグメントポディアを多分ある程度引いてきゃ出てくると思う。フォーニーが一番難しいと思う、ここは運勝負、うん、だからここだけはあれだね、お布施して1体なんとか引きたいっていうのはね、うん、これが多分一番私は福引きで最優先だと思う。そしたらシーズン1行って C 様じゃなくて幅木を目指す。コックスあれはラッキー、こんなぐらいじゃないかな。リスはまああれだね、シーズン2は後回し、うん、私的にはハバキよりフォニー最優先、使い勝手という意味で、うん、
遅延くらいにくいところだったら割と仕事できるかなというところで、ハバキももちろん仕事できますけど、多分皆さんの中で一番あれじゃないかな、ハバキの実用が高いんじゃないかなと思いますけど、とりあえずこんな感じで集めていく。それであとはあれなんだこれ、なんだこれ、ちょっと待ってください、何これ、ちょっと待ってください、何、ちょっと日付の時刻ない、ちょあれこっち、あ、いいね、来たね。それで国内の CR とかこんな感じ、東京からずらーっと並んでるんじゃないかな、これ。こんな風で見てた。ライブラリーでこのまま見てた順番かな。うん、ヒルズは余裕あれば、うん、欲しいかなって。秘密とかの構成じゃないけど。まあ、私らしいじゃないけど、最後の蘇生、それからカバウ。で、カット率高いやつ。アスカは絶対欲しいね。うん、最後の蘇生はここら辺だったら最悪、トツは、トツでもごまかしてもいいかなって。育成が間に合わんかったら、集めるのが間に合わんかったら、ゆうこさんとかそんな無理して周回するとこじゃないもんね。キリコはあれでしょ、確かトッキーだったかなんかであるでしょう。でスズメもあれでしょ、スズメ集めるから、この辺りは多分集まるんじゃないかな。スズメはちょっと面倒くさいんじゃないかな。あれって確か新潟でもあるから、熊本と新潟で集めるイメージでいいんじゃないかな。無理やり進化させてって、その辺りは、うん、スズメは欲しいね。ここら辺のところ対戦のやつとかが火の2番手をうまく入れにくいところをスズメでごまかそうかなっていう作戦、うん、それであとこの辺り、マッキーはあれだね、あいつら、あいつ、バターレかな、大嫌いな、あそこら辺最優先みかんだね、絶対最初みかんだね、これだけだね、これ絶対これ集める。ナオミちょっとめんどくさいけどね、あれでも低コストの時の初手で良いんで、コスト安いし、落ち構成じゃないけど、いや、三枠にウーマンを使うっていう前提で言っとるから、最初安くしてっていう感じで、の方が組みやすいかなって。ゴークも絶対欲しいね。あれはと釣りたいかな。うん。マッキーはある程度集めやすいけど、ゴークにちょっとめんどくさいかな。達也めんどくさいな。達也を集めるとこじゃないけど、まあ、これ折ったらあれかなって。風の低コストぐらいの時に割と、実は。うん。風の三枠のカバーは逆にパレンケ以外は全部無視かな。だったらもう覚醒使ってて2回攻撃でごまかすみたいな、その分の後ろのコストで遅延積むみたいな、あ、遅延もあれですよ、高山先生とか手に入らんからさ、協力だから、サナコとか使っていくっていう作戦、うん、で、もうミカンの次、ミカンと同等レベルの最優先ニューだね。ニューとウーマンでとりあえず戦っていくっていう作戦、国内だけである程度多分落ち構成でいけると思う、うん、4枠の方のあれだね、蘇生とかがだからあれだね、チョコレートを使って月島を開放して七夕を集めたいよね。風蘇生のコスト8ぐらいのやつ、あれを集めたいよね。ハンコは絶対さっきの日風の構成作りたいから。で郡上はね、まあ、先生お気に入りじゃないけど、これ全体使えるし安いコストでいけるから、水風の低コスト中コストぐらいのとこ最後ポコンと入れても結構というかかなり仕事できるから、落ち構成のとこであえてあえて、バーさん18だけどこいつ17もね、うん、ばあさん忘れてたね、言って、そう、ここら辺、遅延とか、イハトとかあそこら辺は逆に使わない、うん、そこはもう食らったら諦めるんじゃないかな、ばあさん忘れてた、あれどこ行った、ばあさん、スキルターンで見たら私分かるぞ、よう使うんだ、あんた、ばあさんは無凸でもいい、これは。うん、1体オーレイとりあえず貫突させは最高だけど、そんな貫突させたから強いってわけじゃないから、うん、こんな感じやで、ね、最優先絶対みかん、みかんニュー、ここオーレはとりあえずあれだね、であと1体ずつ揃えてって、ニューは貫突させんとやっぱ全然持ち味違うから当たり前だけど、ここだよね、うん、そんな感じ、これはちょっとあれだね、でどうかな、私なりの1から2ヶ月でとりあえず対戦目指すマニュアルみたいな、うん、もう必要最低限に絞った、他の対戦に使うやつはいらん、ガッサとかも絶対かかるで、最初から夕張で集まるわけじゃないからさ、どうかな、こんな感じで割とで行くと、待ってくださいね、どれかないか、すいません、これ映すか、
とするとさ、待ってくださいね。初手をさ、で、こんな感じのデッキ作れますけどね。本には4とか3でもいい、最悪レベル、うん、1体引けばいい。あとでもその時にあるゆるがみは全部ぶち込んじゃえば、でここら辺に全部あれだね、骨格使っていけば、育てるのめんどくさいから、たまに合わんと思うから、こんな感じの構成作れますけど、にわかもしあれだったら田島じゃなかったら手持ちでごまかしてもいいけど、ただこれは完凍させたいね、ネギ使ってでも、うん、これだけじゃなくても使えるから、うん、そうすると今日でこんな感じの構成使えますけどね、悪くないですよ、これでも結構いいですよ、実は。意外に山くんとこ水だけ蘇生かって思われるかもしれんけど、最後も風だけだって思われるかもしれんけど、なんかちぐはぐしとるかなーって言われたけど、うん、ビヨンの方が多分いいと思うけどね、おそらく。統計取ったわけじゃないですけどね、比較して。っていうのが作れますことね。まあ別に今日の条件に絞ったわけじゃないけどね。うん、こんな感じであれじゃないかなって。っていうのの布石じゃないけどさ。例えば明日、このデッキが通用するかわからんすよ。あれどこ行った？こっち行ったか。通用するわけじゃないけど、とりあえずこんな感じの構成は作れるよね。初手はまあないでさ、他ので大体っていうのもあるけど、コスト10が大体できるかどうかは別として、ジョンは別に集まるもんね。ハンコは別に一つ間に合ってなくてもいいし、剣士だって間に合ってなくてもいいし、パレンケだけ引きゃこんな感じの構成はとりあえず作れる。これが勝てるかどうかは別としてね、とりあえずはっていうのが作れますもんね。これはあれだね、ガスタないときついもんね。ユキちゃんもあれだときついもんね。リスもきついもんね。コックスでけたりしても、コックスとリス両方引くのはなかなかきついよね。福引券10枚20枚無理なんでね、まあ、これはじゃあ却下としてもさ、デンマー君とマヤチがちょっと無視してもいいわ。初手のあれもきついわね、最初から集めるの。あれ集めとったら運も集まらんけど、でもゴー君と運も集めればとりあえず4、5は作れますがね。で手持ちで1、2、3を見れます。もちろんこのデッキが勝てるかどうかわからんすよ、わからんけど、テンプレ的なところは一応作れますわっていう感じで、どうかなということで、私なりの1から2ヶ月ぐらいとね、対戦目指すマニュアルみたいな、まあ、そんな感じで終わりましょうか。長々と1時間ぐらい喋ってるんで、たまにはいいでしょう。どうかなということで企画してみました。まあその先の話は想像してくださいということで、何よということで、そんな感じ終わり。